金沢市吉原町の高台にある金沢北陵高校では正面玄関手前の土砂が大きく崩れました校舎の基礎部分がむき出しとなっていますこのほかの学校でも運動場の地割れや外壁のひび割れ天井の落下、窓ガラスの破損などが見られるということです県教委では来週の始業式については決まっておらず状況を見ながらの判断となりそうです